おお、あ、じゃあ入るよ。はい。イン。あ、エレベーター。さっきの停止している。ああ。左に行ける。エレベーターは真ん中がなんちゃらかんちゃら書いてあるね。あれ？見られないみたい。電源が切れてる。ダメみたいだ。怖い。なんか顔みたいに見える。顔みたいに見える。まあね、うん。電源をコントロールするスイッチのような。あ、エレベーター動かせますね、これ。いるよ。うーわ。え？動かない。動かせない。ああ。やめなさい。お、誰？アルフィー。おー。ご飯をあげるからあっち行ってなさい。ごめんね。時間通りにご飯をあげないと言うこと聞かなくて。それはともかく。今電源を復旧しようとしてたんだけど、あなたに先を越されちゃったみたい。はあはあはあ。どこにいたんだろう。いろいろ面倒かけちゃってごめんね。いいよいいよ。でも来てくれてすごく嬉しいよ。うん。私ね、怖かったんだ。もうみんなに会えなくなるかもって。うん。あ、さっきの子たちのせいでって意味じゃないよ、うん、そのいざとなったら怖くてできないかもって思ったの、うん、本当のことを打ち明けるなんて。はあ。それで結局取り返しのつかない逃げ方をしちゃうかもって思ったの。うん。あ、ちゃんと説明しなきゃね。私はアドゴアに頼まれて魂の研究をしていて、うん、決意というエネルギーを取り出すことに成功したんだ。成功したんだね。それを使えば魂、モンスターの魂をキープできると思った、うん、でも実験は失敗だったんだ。あら。人間と違ってモンスターの体は実体が薄いから、決意のエキスを体内に留めておくことができなくて、肉体を構成するわずかな物質はドロドロに溶けて、うん、被験者たちはお互いの体がくっついてしまった、うん、あれは被験者たちだったんだ。ほう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 。そしてあんな姿になっちゃったんだ。んー、それを見て私、ご家族には絶対に本当のことは言えないって思った、うん、誰にも言わず秘密にしないといけないって。だからどんなに問い詰められても私は黙ってた。あらあら。それにそれ以上研究を進めるのも怖くなった。自分がやってきたことは何もかも失敗だったから。でもね、やっぱりそれじゃダメだって気づいたよ、うん、私自分がしたことみんなに打ち明けるよ、うん、辛い目に遭うのは覚悟してる、うん、自分を信じて自分に正直になればその分苦しい思いをすることだってあるはず。また失敗することもきっとある。でもね、転んだら手を差し伸べてくれる友達がいるって、そう分かってるだけでもう怖くないって気づいたんだ。あなたのおかげだよ。あれ？さあ、みんな行くよ。家族が待ってる。お家へ帰ろう。待って。どこ行けないのね。待ってくれ。エレベーターですかね。あ、ニコちゃんマーク。あ、ナンバー8。候補を決めた。アズゴアにはまだ行ってない。驚かせたいから内緒にしておこう。お城の庭の真ん中にある特別なもの。一番最初に咲いた金色の花。お。外の世界から持ち込まれた花。うん、あの花は女王がお城を出ていく直前に現れた。うん。もしも、魂を持たない者が生きる意志を手に入れたらどうなるのだろう。魂を持たない者が生きる意志を手に入れたと。18。あの花が消えた。やっぱフラウィーのことかな。お、誰から？聞き覚えのない声がする。もうホラーだよ。マリン。聞こえてる。本当に久しぶりだね。君はよくやってくれた。おかげで何もかもうまくいったよ。マリン。それじゃあ、また後だね。知らない人からかかってきた。おー、なになになに、え？え？
え？どういうこと？どういうこと？あ、お城のところだ。ああ。あったね、こういうとこね。ここつながった、ね、え、小城のあそこだよね。はい、あそこはあの最後のとこだよね。え、これいけるのかな。誰かが持ってるの？わからない。あ、ありましたね、ここ。うん。真ん中に咲いてたって、あそこに咲いてたんだ。これ誰の家だっけ？これアズゴアさんのお家ですよ。ここからハートのロケット手に入れた。あ、ちゃっかり手に入れてる。ほう。鼻だけ金色。改装中。改装中。下に行けってことなんですかね。うん。アルフィどこ行ったな。確かに。お家に帰すって言ってましたけど。ん？ここ行ったっけ？あ、ここ行ったか。そうですね。この終わりだもんな、ここが。あ。で行こう。もう用事は済んだのかい？心の準備はできたかな？できた。うん、そうか。では始めようか。不思議な光が辺りに満ちる。バリア越しに薄明かりが見える。旅はついに終わりを迎える。決意がみなぎった。よし、行くぞ。人間よ、君と出会えてよかった。さらばだ。うん、まだね、ここまで一緒な気がしますね。一緒だね。あれ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 、何の、あー、ダニエルさん？情けないわね、罪もない子供をいじめるなんて。怖がらなくても大丈夫よ。私はトリエル、あなたを守ってあげます。うん、どういうこと？何をお考えなんですか？あなたには一人で旅をさせるつもりだったけれど、やっぱり心配で心配で大変な道のりだったでしょう。だよ。その上最後には辛い選択を迫られて。だよ。地上に戻るには誰かの命を奪わなくてはいけない。だよ。あなたはアズゴアを倒さなくてはいけないのですから。だけどあなたにそんなことはさせられないわ。やんないよ。ここを出るために誰かを犠牲にしなきゃならないなんて間違ってるもん。違ってるよ。そもそも私はそんなことにならないように手を尽くしてきたの。尽くせない。だからこの勝負は一旦お預けにしましょう。アズゴアはどうしようもないモンスターだけれど、どうか見逃してあげて。トーリー戻ってきてくれたのか。慣れ慣れしくしないで。そんな感じ。あなたって本当にどうしようもないクズね。本気で国民を助ける気があったなら、魂が一つ手に入ったところで、あなたがバリアの外へ出て、あと6つ奪って戻ってきてみんなを解放すればよかったじゃない。だけどあなたはそうしなかった。絶望する国民たちを尻目に、手をこまねきながら内心人間なんてもう来なければいいと願っていたのよ。トリー、確かに私は情けないモンスターだ。だがせめて君とは友達に戻れないか。あら、あ、お断り。あらあら、あ、あそこは人間、みんな喧嘩許さないぞ。仲良くしろ。さもなくば私はあら、こんにちは。私はトリエルよ。あなたは人間さんの友達？はじめまして。ああ、そうだ、どうもはじめまして。いい笑顔。アズゴア、あれって別れた奥さん？ああ、そりゃきついな。
あら、みんなみんなそうですよ。喧嘩はダメだよ。あら、あなたもお友達かしら。こんにちは、私はトリエルよ、うん、こんにちは。やだ、二人ともいる。おい、みんな喧嘩はダメだぞ。喧嘩をするやつはこの俺様が案内に言いつけるぞ。こんにちは。おお、陛下ごきげんよう。おい、人間、あそこはがひげを剃ったのか。しかも二人に分裂したみたいだが、トリエルさんのこと知らないんだ。よう、みんな調子どう。その声は、お、こんにちは、あなたとは前にお会いしてるかしら。ああ、その声は聞き覚えあるぜ。私はトリエルよ。やっと顔が見られて嬉しいわ。オイラはサンズ。ああ、オイラも嬉しいぜ。あら、ってことはそちらは弟さん。おう、パピルスさんね、はじめまして。あら、とお兄さんから大噂はかねがね。わあ、ラズバーの分身が俺様を知ってるなんて、今日は人生で最高の日ね。えパピルスさん、スケルトンはどんなお家に住んでいるんでしょう。木造の一軒家かな。これもしかして、ふふふ、違うわ。スケルトンが住んでいるのはもしかして鉄骨マンション。ちょっと俺の中のやつは違かったけど。違う、なんだと思ったんですか。スケルトンハウスみたいな。なるほど、うん、やっぱりさっきの取り消し。今日は人生で最悪の日。あずこはそう気を落とすなって。また別の相手を探せばいいよ。そうだよ、あずこは。案内の言う通り。時にはそのふわふわのボスモンスターに憧れるのはやめて、可愛いお魚さんに目を向けるのもいいと思うな。例えばの話ね。ああ、それはいい例だな。まどろっこしいな。あ、メタトン？そこの二人さっさとチューしろよ。オーディエンスはロマンス要素を期待してるんだ。ほら、黙れ。たく、なんて無神経な奴ら。なあ、アルフィ？アルフィ？え？そうだよ。メタドンの言う通りだ。あ、チューしよう。あ、え？え？え？まあ、アルフィがそう言うなら。え？よし、もう気持ちを隠すのはやめだ。え？おぉ顔、頑張って。人間の前ですよ。あ、そうだね、ごめんなさい、なんか一人で盛り上がっちゃった。ふふふ、どうやらあなたはしばらくここに足止めみたいね。でもこんなにたくさんお友達がいればきっと楽しく暮らしていけると思うわ、うん、あ、それで思い出した。みんなをここに呼んだのはパピルスだって言ったよね。トリエル以外はみんなパピルスに呼ばれてきたんだよね。ほう、私はパピルスより先にここに着いてたんだけど、うん、パピルスみんなに連絡する方法よくわかったね。ああ、それはね、小さなお花が教えてくれたの。あ、小さな花。やばい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 、やばいぞ、また来る。ああ、捕まった。ああ、いや、またかよ。幸せだったのに。来ちゃったよ、バカだね。また戦うしかないのか。フラミー、戦いもの。君たちが仲良く井戸端会議をしてる間に、僕は人間の魂をいただいたよ。まただよ。それだけじゃない、君の友達の魂も全部いただいちゃう。ふふふ、これは傑作だね。だって全部君のせいなんだから。みんなが君のこと好きになっちゃったからいけないんだよ。君はみんなの話を親身になって聞いてあげて、励ましてあげて、親切にしてあげた。君がそんなことしなければみんなここには来なかったんだ、うん、彼らの魂と人間の魂を手に入れて、僕はやっと本当の姿になれる、うん、ふふふ。え、なんでまたそんなことするのかって。分かってないなぁ。これはただのゲームさ。君が満足して地底の世界を出て行っちゃったら君はクリアしちゃう、うん、クリアしたら君はもう僕と遊んでくれなくなる。お、そんなことになったら僕はどうしたらいいの。でも君と僕とのゲームはいつまでも終わらせはしないよ、うん、手が届きそうで届かないところにゴールをちらつかせて、君がそこにたどり着きそうになったらズタズタに壊してやる。いや、怖えことするな、おい。何度も何度もね。ふふふ、そうだな。もし君が僕を倒せたらハッピーエンドを見せてあげる。お友達も返してあげるし、バリアも壊してあげる。
それでみんなついに幸せを手に入れるってわけ。でも残念ながら実現はしないけどね。君のことは何があってもここから出してあげないよ。来た。君を一十百千万十万百万回殺すことになってもね。でああ、100万回やられちゃう。あれ？怖がらなくても大丈夫よ。何があっても、私たちがあなたを守ってあげます。お？お、守ってくれてる。本当だ。パピルスとアンダイン。そうだぞ、貴様なら、俺様の真似をして、貴様を信じるんだ。人間、お前は私に勝ったんだから恐れることはない。安心しろ、みんなお前の味方だ。え、あんたまだこいつ倒してなかったのか？こんな雑草あんたの敵じゃないだろう。おー、何もしなくていい。本来ならそいつを倒すのは不可能だけど、でも、なぜかあなたならできる気がするよ。お、人間とモンスターの未来のために決意を力に変えるんだ。よし。おー、いたな。あー、出た。揃ったよ、みんな。なんでだ、どうして、こんなことあるはずない。信じられない。お前たちみんなバカだね。やばい。お前たちの魂はみんな僕のものだ。しょうがねえな。どうしたらいいの。もうやるしかねえんじゃないか。もう戦うしかないんじゃないか、こいつは。でも今度こそなんとかなるのでは。あら、誰ですかやっとだ。もう花の姿はコリコリ。お、え、ん、あれ、ハロー、マリン聞こえてる？僕だよ、君の親友。うん。え、はい、アズリエルドリーマー。中二？アズゴアの息子？うん。終わりだ。あ、グラビーだったってこと？になっちゃったんじゃない？その移して魂を。でもとりあえず。あんたも死んだんですよね、でも。でも死んでなかったんじゃない？死んでなかったのか。移したんだよ、だから鼻に移して。ええー。まだ何もしてないのか。動き始めた。よし。行動。うわあ、キラキラしてる。行くしかないな。はい。希望、夢、希望だな。出すよ、希望。はい。このターンで受けるダメージが軽減された。おお。星が散ってくるの。うまい。うまい。ああ、行こう。ああ、まだ続くの。長っ。ショッカーブレーカーをチャージしてる。夢。ここにいる理由を考えた。持ち物の空きスペースがどんどん小さくなっていく。正直もうどうでもいいんだ、この世界を滅ぼすとかそういうのはね。何がしたいの。今のは何だ。ちょっともうよくわかんないです。今のはショッカーなんとか、うん、カオスセーバーを唱えて。これ交互に行こうか。はい。抱き続けた。ダメージが経験された。全てをリセットしたい。おお。ショッカーブレーカー。
軽減されるのはでかいよ、ね。って希望？ずっと希望の方がいいのかな。希望。はい。ダメージが軽減された。髪の記憶もみんなの記憶も全部なかったことにしてやる。ちょ、めっちゃ食らってんじゃん。やばい。そうすればまた最初からやり直せるだろう。あー、痛い。最後避けようかな。はい。俺にはちゃんと分かってるよ。そうなったらお前は本当にやり直してきてね。うわ。いやいやいや今のは鬼だぜ、今のめっちゃ当たりましたねまた回復するだろ。そしてまた俺に負けるんだ。おー、うまい。何度も。おい。避けた方。そうですね。何度も。だってお前はハッピーエンドに望んでいるから。うまい、うまーい。おー、今のはすごかった。持ち物が夢で乱された。お前は友達のことが大好きだから。お前は決して諦めないから、そうだろ。あ、いやだ、壊れるもんか。あれ、え、すごい、ここで立ち直るなんて。やられてよかった。やられていいわけじゃないけど、やられても大丈夫ってことですね。もう一回、何最初から。でも希望、これが星だ、これが星だ、最後これだ、これが星だ。よし。あ、分析してみましょうか。アズディエルドリーマー、死を超越した絶対的存在、神。お、夢、何に使えるんだろう。回復じゃない。おお、ほんとだ。夢が現実に。うわ
無理だね、あれ。でも夢いっぱいありますから。ブレカ2まだやない。夢にすると夢がもらえるの。そうみたいですね。すごいじゃん。秘策だと思わない。お前をここまで導いた決意はお前を破滅させるのさ。わさびは終わりにしようか。進んでるね、でも。はい。話すな。この時間軸を、うんちゃらかんちゃら。おぉ。あ、あれじゃん。なんだ？ 1 しかない。今の攻撃を受けてもまだ倒れないの。やっぱりお前はただものじゃないの。でも得意になるのはまだ早いよ。俺はまだちっとも全力を出してないんだから。お前の決意も俺の真の力にはかなわない。誰かいるんですか。こんにちは。あ、こんな長かったっけ。